ドリームズユニバース今日も遊んでいこうと思うんだけど、今回は、ジャンルファイティングだけに特化して遊んでいこうと思います。早速視聴しているサムネがあるんでこれ遊んでいこう。キルザアイスエイジベイビー。キルって殺せで、あ、もう始まってる。え、ベイビーベイビーベイビー来てるよ。待って、移動 L スティック、カメラ R、 ジャンプ×、 R に打つ。おお、なんじゃこりゃ。一発ギャグだね。サムネで落ちてるわ完全に。子供撃ったらなんか発狂して画面外になって、それでゲーム終わったわ。はい、ということでね。あ、これなんか面白そうじゃない。 Wii や PlayStation、 スマッシュシェフズ。もう何でもかんでもみんなすぐ始まるな。レフ、待って、あ、操作説明、もう一回見せて。 L スティックで一応なんか一人右の方で青いやつがダバダバしてる。これ俺だわ。あ、バスボタンジャンプ。トマトの上、あ、なるほど、向こうに行け、対岸に行けってことか。卵の上に乗る。やばい、卵飛ぶ。そのまま上に行けるか。来た。でどうすればいいんだ俺。ん、殴れるか。ピンとこねえ。何これ。あ、押せる。落ちた。落とせばいいのかこれ。どういうことだ。煮えたぎってるけど、この鍋。何これ、それだけ。終わりが見えない。終わりが見えない。どうすればいいやる。どうすればいいやるかこれ。なるほど。なんか雰囲気は良かったんで、さっきよりかはいいか。40、いや37点。え、ああ、ワンパンマンだ。ちょっと待って、マジでやっちゃっていいんすか。もうすぐ発売されるけどね、ワンパンマンのゲーム。先取りしちゃってよろしいですか。わ、いきなり来た。挟まれてる。四角ボタン、これがパンチか俺の。こんなパンチだったっけ。すっげえ勢いないんだけど。助走なさすぎない、このパンチ。大丈夫かな。あ、三角ボタン、来た。これか。あたたたたた。三角ボタン連打でいけるわ。丸ボタン、後ろに行く回避か。了解しました。なるほど、これか、こっちか。主流こっちね、おそらく。あれ、いけない。隔離されてる。ワンパンマンごと隔離されてる、ここ。隔離病棟。あ、死んだ。え、なんで？全体的な勢いはいいわ。勢い重視で、24点。え？デッドバイデイライト、え？遊んじゃおう。いきなり始まってる。 DV で、待て、驚いたんだけど俺空中にいた。あ、飛んでくる。俺に向かって走ってきて飛んで、それで落ちてったやつが俺よりも下のところで浮いて待ってるわ。俺のこと手招きしてるわ。怖いわ。俺の思ってる DVD と違う。全員が招き、もう招いてるもん俺のこと。俺の方に来る。待って、これ俺誰。これドクターか。 DVD はこれドクターかな。電気ビリビリ、このフックに引っ掛ける。待って、これゲームじゃないのか。何をするゲームだこれ。おっと、全員集合か。これハグか、これもしかして。この緑色、これそういうことか。でも攻撃ボタンとかないな。うん、何にもないわこれ。やめます。え、サムズファイター、指相撲か。うわ、いい。ちょっとエフェクトがいい。ピキュピキュピキュ。始まってる。操作がわからない。向こうめっちゃやる気ある。バスボタンか。あ、来た、バスボタン。あ、やばい、これ怖い、これ結構怖いぞ。え、バスボタンだけか。向こうが下げたら全然下げる気ない。フェインツ来た。なんですり抜けんのこれ。俺抑え込んだらさ、向こうのさ圧がすごいな。親指の握力すげえな、向こうの。俺絶対これしっかり抑えてるのに、抑え込んでんのに。あ、勝った。え、待って、親指相撲ってさ、こういうことじゃないと思うんだけど、相手のさ親指さ上から押し付けて痛めてギブアップとか。え、違うんだけど、俺の思ってる感じと違うんだけど。
もっとさ、こう長く押さえて1,2,3,4,5 みたいな、1,2,3,4,5 みたいな。違うの？本当にぶつけてるんだけど、親指のこれ、これ一発居合切り。あ、やべ、向こう、向こう押さえてや、待って、事細かく、事細かく攻撃、事細かく攻撃。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。なるほどね。いやでもね、発想の勝利、発想の勝利でこれ71点きました。あ、なんかこれ雰囲気良さそうだな。ババトゥンデ、ファーザーハズリターンド、父親帰ってきたみたいな感じ。これ父親かな。つま先も体操してるわ、つま先鍛えてる。あ、これが俺か。あ、2段ジャンプできる。わ、すげえジャンプ力高いこいつ。あ、殴れる殴れる、なんかドラゴンボールのゲームみたい。丸ボタンで、すげえピンポイントキックしてきた。こっち強いぞ。浮かせた、エアリアル、エアリアル、バースト読んで、梅原が画面端、画面中央。向こう強いな、向こう本気だな、向こうも本気だが俺も本気だぞ。三角ボタンで、ちょっと待って、相手の股下取った。俺今黒の K みたいになった、一番最初の。なんで弓矢が飛んでくるんだよ、それはずるいだろ。うん、なんかアイテムかな、それは卑怯じゃない。弓矢飛んでくるって卑怯じゃない、どういうこと、嫌われてんのかな。あ、向こうに刺さって、向こうも刺さってんのか、お互いに刺さってんのか、ようわからん。相手を盾に使うしかないわこれ、こんなに弓連打してくんなら。どういうことだよこれ、これ海外にこういうキャラいんのかな。これぼーっとしてたら弓矢でもうぐっちゃぐちゃにされるわ、ゴリゴリ加工トンになるわこんなの。あー、向こうもついにやる気なくなったねこれ。おふざけ始めたよ、おふざけ、ボディービルダーみたいなことやってるもん、自分の筋肉自己主張し始めたもん。これがボディービルの大会ならいいけどさ、そういうわけじゃないからね、これ。ひたすら殴り合う大会だから。シュワちゃんじゃないんだから。もうそろそろやれる。もうそろそろやれる。向こう。対空時間ね、この後追撃ちょっとやりたいんだけど、できないわ。あ、倒した、終わった終わった。すげえみっともない格好してる。あ、竜子の剣みたいな。あー、なるほどね。これ、ファーザーって上に書いてあるけど、なんなのこれ。あ、デジモンバトルグラン。マジか。マジか、デジモン、しかも初期じゃん。俺がやってた第2世代ぐらいまでじゃん、これ全員。ご機嫌な蝶になるか。use to、あ、選べる？お、すげえ！すげえ、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 すげえ。あー、どうしよっかなー。どうしよっかなー。いや、でもこれね、進化前が一番好きなんですよ。レナモンはどっちかっていうと。この BGM 何これ、ちょっと鬱陶しいな。BGM 鬱陶しいけど、エンジェモンにするか。ちょ、今回。よろしくお願いします。デジモンレース、え？向こうデジモンじゃないんだ。なんでこの画面のさ、このカメラの位置。めちゃくちゃやりづらいんだけど。うわぁ、なんか挟まった、引っかかった。飛んでいく！どこまでも飛んでいく。どうやって降りてこれないんだけど、これ。どうすりゃいいの？あ、来た！あ、四角ボタン押すと勝手に上に上がっていくわ。なんじゃこりゃ。丸ボタンで下がっていくのか。攻撃はどうすりゃいいんだ？攻撃どうすりゃいいんだこれ。え？これか？これか？当たった今。めちゃくちゃ英語喋ってるけど。向こう。いつの間にか俺の体力がもう尽きてるぞ。×ボタンでコンボ。あ、これ一応殴ってるっていう動作なんだこれ。はあ、何これ。何これ。うわー、おいし。いや、これはちょっと思ってた感じとは違いましたね、残念ながら。いや、ただ意気込みは買う。うん、やりたいことはわかるから、50、57点ぐらいかな。あ、こういうの王道じゃない、ドリームアウトパンチアウト。
これぞ格闘ゲームって感じだよね。プレススタート。操作が何？コミュニティサーキット、マイナーサーキットね、なんかよくわかんない。まあ、いや、なんでもいいや。なんか上見切れてたよな。マイナーサーキット、ゲイビー・ジェイ。from France、フランス出身。56歳。56歳！そいつと今から俺戦うの？いや、ちょっと待って、舐められたもんですな、これ。生言ってんじゃないよ、これ。それは勝てるだろう。待って、負けるかもしんない。向こうのパンチ、それには合わせて殴るから、俺。向こうが振りかぶったら、2連コンボ食らったんだけど。待って、俺、股間しか殴れないんだけど、なんなのこれ。罰をしても丸をしても股間しか殴れない。向こうみたく、なんかさ、そういうアッパーとかさ、なんか、できないのそういうの。向こうの攻撃に合わせるよ。来た、避けれた。避けつつ、股間殴って、56歳の股間。56歳の股間殴りまくる。そんなボクシングあり？うわー、今首断裂した。見たくなかった。がっくりいってるじゃん。ぎっくり腰じゃない今。大丈夫？なんだっけ、この前痴漢で捕まった人。あの人でも武道やってたよな。武道やってたから、後ろからこう取り押さえられてもしっかりこう、なんていうの、対処できたんでしょあの人。って考えたら56歳も舐めたもんじゃないな。来た、2人目。ピストン、ピストンハリケーン。これ名前強い。急にね、年齢下がったんだけど。25歳。56の次25歳。ちょ待って、間ないの？さすがに間あってほしいわ。間、今これ三四郎のコミやね。あの人がツッコミっていうのが俺未だに納得いかないんだけど。うわ、早え。うそん。向こう早い。向こうのパンチ早いんだけど、隙がないんだけど。振りかぶってほしいんだけど、せめて。うそ。それ連続でそんなパンチできないんだけど、こっち。なんかずるいんだけど。理不尽な気するんだけど、これ。絶対勝てねえだろ、こんなの。